寒いけど、あ、フランスのパリに着きました。シャンゼリゼ通りです。今回は赤いこのライトがなんかメインとなってるらしいです。でもなんかこの道はお上品ですよね、ライトアップが。エッフェル塔見えたの。ホテルに着きました。今フロントでチェックインを済ませて自分の部屋に今行きます。あのフランスではよくあるタイプの、すごい小さな、シングルユースのホテルになります。静かですね。もう夜8時9時ですけど、でなんか、エレベーターもう一回乗れって言われたんで、あ、これですね、これに乗り換える。これまたですね取ってつけた、あの後からつけたようなエレベーター、4階。これね、このタイプのエレベーターほんとよくあるんですよね。この簡易エレベーターみたいな、すんごい狭いですけど、で自動で開くわけではなくて自分で押す。電気つきました、自動です。それで部屋が477ここですね。ちょっと開けてみましょう。よいしょ。これを初めて見た感じのやつですね。どうやってやるんですかね。ここか。開いた。お、これはまた真っ暗です。鍵を挿すところか。これかな。お、来た。ここだ。はい。あ、もう僕は荷物来てます。本当のシングルユース、まあ十分ですね。あの本当に仕事できて寝るだけの部屋なので本当に十分です。こんな感じ でこっちおトイレとお風呂。うわ、これも狭い、すんごい狭いです。まあこれもですね、よくある、本当にフランスのパリの市内というのはもう場所が本当に、狭いんですね。住宅事情が、もう古い町並みがそのまま残ってるので、もうそれ以上のスペースは難しいんですよね。ちょっとこのなんかスーツケース、自分のスーツケースもこんなに奥に置かれてしまっても、よいしょ、困るって感じ。ここに何があるんですかね。あ、冷蔵庫とか、あ、クローゼット。冷蔵庫とクローゼット。それで、あとは、まあ、ベッドは本当シングル、まあ、寝るのは十分ですね。まあでも意外と綺麗です。で、今外、あ、これサーチライト見えますか？これのサーチライトは、これは、ちょっともう一回一周してくると思うんで、来ないですかね。このサーチライトはですね、あれです、エッフェル塔のてっぺんから出てるサーチライトです。
こっちの方向にエフェル塔があるってことですね。なかなかサーチライト来ません。はい、まあ、街並みはこんな感じ。ちょっとねこういう乗り出すのもね本当は、あ今サーチライト見えましたね。これ危険なんですよね。あのこういう立て付けが悪いとガンと外れる可能性もあるので、こういうところ日本と違うので本当信用してはいけません。はい、こんな感じ。メリー&ハッピーってなんか出てます。まあ立地そんなに悪い場所はないです。ただちょっとシャンゼリゼ通りまで歩くにはちょっと厳しいかなっていう、まあ15分ぐらい歩かなきゃいけないかなって感じの場所になります。まあ今回、フランスパリでのロケはこんなところに泊まります。おはようございます。朝の7時半です。寒いフランスはなんか暖房も効きが悪くってなんかいまいちです。よいしょ。今シャワーを浴びてこれから朝食、なんか簡単な軽食ついてるのでここで、うおーすっごい寒い。多分これマイナスか1度か。あ、だいぶでももう空が白み出してきました。青いですね。あそこに、あ、後で買い物行こう。よいしょ、ちょっと映るかな。よいしょ。よっ、これね、フランスには、パリにはいっぱいあるんですけど、まあ、あの、モノポリっていうね、モノプリックスって書いてモノポリっていうんですけど、あの、雑貨屋さんとかコンビニみたいな感じなんですよね。あの、非常に、これもあちこちにあるんですけど、これ非常に便利です。で、こんな感じですね。まあ、本当まだ真っ暗、7時半過ぎてるのにもうそろそろ45分ですけど、多分8時過ぎないと明るくなってこないと思います。この時期のフランスはこんな感じですね。朝とにかく遅いです。はい、なんか簡単な軽食ですけどこれから、あるというので食べに行きたいと思います。おー寒い、すごいなこれ。はい、朝食の場所に来ました。はい、これなんだろう。あ、ハムとかチーズとかで、パン、クロワッサン、チョコレートクロワッサン。あ、いいですね。まあ十分かな、こんな感じで。はい、まあ80席ぐらいあるのかな、こんな感じで。はい、ここがね泊まってるホテルです。1階にレストランがあります。それで早速さっきここモノポリってそのこっちのスーパーになってます。これからここ入ってって、ちょっとお買い物してみたいと思います。もう普通のスーパーですね。普通のスーパーです。まあ、こう野菜が売ってたり、果物。まあ、ごく普通のスーパーです。あ、結構でかいですね。ここはね、ビール、1本12パックで8ユーロ、1000円ぐらいです。で、ここはワインですね。フランスだからワッパワインがいっぱいあります。まあ、変わったものはこれといってないです。お肉コーナー。これがブルーベリーすげえたくさんあります。 100g で1ユーロ89セントですね。フランスは日本人にとってはちょっと物価少し若干高いかもしれません。今レジも僕の仲間が並んでますけど結構たくさん並んでます。
今はですね、大体もうマイナス1度ぐらいです。ちょっとやっぱり札幌と一緒ぐらいの緯度なので、やっぱり寒いです。結構の格好しないといけない感じ、寒くて。でここがですね、タクシー乗り場ってこう書いてありますけど、フランスはやっぱり流しのタクシーも捕まるんですけど、タクシーステーションこういう風にあるんですけど、ここですね、タクシーステーション、はい、ここでタクシーして書いてあるんですけど、こういうところでタクシーを、捕まえて乗る感じになります。ここがね、今僕らがいるところで、本当凱旋門から見えますか、ここ凱旋門ですね。これ凱旋門からずっと来て今この辺にいます。まあ凱旋門まで歩くと10分ぐらいで行けるんですけど、ちょっと荷物もあるので、撮影に向かうところまではタクシーで、荷物もあるのでタクシーで行きます。はい、こちらはですね、まあ有名な、はい、見えますか、オペラ座です。オペラ座、はい、まあ、夜はこんな風にですね、すごいライトアップしててめっちゃ綺麗です。はい、まあ、この辺はですね、割と夜でもものすごく、今日は月曜日ですけど、めちゃくちゃですね、まあ、人通りも多くて混んでます。今日はこれからですね、ここですね、グランドホテルの1階にあります、カフェドラペ、はい、カフェドラペで、ディナーになります。カフェドラペ美味しいんですよね。シーフードとか、まあ、ある、まあ、本当フレンチですけど美味しいお店です。はい、グランドホテルの1階になります。こんな感じ、こんなところです。とても綺麗ですよ。はい、オペラ座、まあ、ちょっとだけ怒らない程度にちょっと中ご紹介よいしょ。目の前にはクリスマスツリー、マイトゲダー、マイフレンド、クリスマスツリー、Thank you。 こんな感じの、すごく綺麗なレストランです。すごくいい感じ。ボンジュー、こんな感じです。お部屋、なんかちょっと他のお客さん映してまずいんで、すごくいい感じです。Merci。 Yeah. I have a seafood plate. This one. I think it's explained. Everything's explained. Yeah. Okay. Yeah. You have a mix of everything. Yes. Yes. Okay. For five people. That's good. Yes, good. Thank you, sir. Okay. Avec plaisir. With pleasure. Okay. Hi. And you recommend and scallop. Yes. One scallop. Pleasure. Yeah. Okay. And do you have and salad? We, of course. What do you like? Green salad. Yeah, onion soup. Two onion soup, please. Two onion soup. Yes. Avec plaisir. With pleasure. Yeah. I think that's it. That's very good. Yeah. Merci, monsieur. Yeah. Merci. Merci. はい。すいません。ちょっと本当下手な英語で。こんな感じで注文させてもらって、はい、こうやってホタテのグリルとか、グリーンサラダ、とかですね、いろいろ。でこれ、このシーフードの盛り合わせなんですけど、本当に量がいっぱいで食べきれない感じです。で、オニオンスープですね。これは本当ね、私がフランスで食べたオニオンスープ、多分日本で食べたオニオンスープの中でも一番美味しいんじゃないかなって思います。今回は仕事で訪れたフランス・パリの様子をお届けしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。